去る3月21日から今月6日まで、日本国際飢餓対策機構ハンガーゼロの3名のスタッフがウクライナ支援のため隣国ポーランドへ派遣されました。その帰国2日後、早速近藤総主事に現地の様子をお聞きしました。まず初日、ワルシャワ空港に到着すると、電車で3時間ほどのルブリンという都市に向かいました。というのは、ハンガーゼロの韓国チームがすでにそこに滞在し、私たちが勝手に呼んでるかもしれませんが、二次避難所っていうんでしょうか、国境のところにまず逃げてくられた難民の方々が滞在するのが一時避難所で、その後国内の小規模ですけど、もう少し中長期にわたって滞在する二次三次の避難所っていうのがもうポーランド各地にあり、その二次避難所の一つ、韓国のチームが関わっているところの二十数名の6家族が暮らす避難所に行ってきました。少し生活的には落ち着いているんですけども、同時にやはりお母さん、若いお母さんが小さいお子さんを連れて来ているということを、その様子を見させていただきました。ハンガーゼロ韓国チームは他に新たな避難所も設置しました。ここは元会計事務所だった広大な建物で、50名近くの難民を収容できます。近いうちにウクライナ人の牧師による日曜礼拝も行われるそうです。ルブリンで 2,3 日過ごした後、ウクライナと国境を接する南東部の町メディカへ。そこに小さな検問所があるんですね。私たちが行ってたのが、難民が来始めて10日目ぐらいだということを聞きました。最初は全然何もないところで、路上で人たちが住んでいるようなところだったのが、だんだん支援団体のテントができて、テント村のような状況に一応なっておりましたけれども、柵の、緑の柵が見えるでしょうか。あそこから先はもうウクライナです。大体お母さんと子供連れが多いですね。歩いてか、あるいは車でか、何時間もかけこの国境にたどり着いて、やっとポーランド側に入ったところです。そしてここには今たくさんの各国の、あるいはポーランドの方たちが本当に難民の方々をおもてなししようと、食べるもの、飲むもの、着るもの、いろいろなものを用意してこの場で待っててくださいます。難民たちはここからバスに乗り、一時避難所として最初に泊まるプシェミシル人道支援センターへ向かいます。これはショッピングモールを全部改造して、そこで難民の方々、我々が訪ねた時に1000人以上もいらっしゃいました。簡易ベッドをもう隙間がないぐらいずっと敷き詰めて、一つの大きい部屋では300とか400ベッドがあるような部屋も見ました。ボランティアの皆さんはほとんどが欧米諸国からで、日本人などはあまり見かけなかったそうですが、ここで貴重な日本人青年に出会いました。数年前の世界一周旅行を機に、世界情勢や平和について考えるようになり、今回いても立ってもいられなかったようです。彼は日本の若者に願うことがあるといいます。日本から遠い国なので、若い人たちとか、みんなあまり興味がない人もいると思うんですけど、私とか他の日本人の活動を通して、少しでも、世界情勢だったりとか平和についての、関心を持っていただいて、何か、ちょっとした本当に何かでもいいので、関心持って行動に移してくれるようになったらいいなというふうに思ってます。こちらコルチョバの難民支援センターでは、ワールドセントラルキッチンという団体が毎日食事を提供するボランティアをしています。近藤氏たちも調理器具を洗ったり掃除をしたり、ある時は3時間立ちっぱなしでレタスをちぎり続ける作業をしたりと協力しました。そこから少し内陸に入った町チェシュフには、グローバルエンパワーメントミッションというクリスチャン団体が巨大倉庫を所有しており、世界中から届く物資を管理し、ウクライナ国内や関係各所に緊急物資を届ける支援をしています。ところで、ハンガーゼロといえば、これまで飢餓や貧困をなくすべく、主にアフリカやアジア、南米などの発展途上国で農村開発や人材育成に力を入れてきましたが、今回ウクライナ支援に踏み切った理由は、飢餓を生み出す原因が戦争と難民の増加だということを身に染みて感じているからです。今回の視察訪問を通し、今後ハンガーゼロでは一時避難所でのボランティア活動、二次避難所の開設支援やそこでのボランティア、GEM 巨大倉庫への支援物資の提供といった3つの支援を考えています。
今回スタッフがスポンサーの一つパン秋元の非常用パンを200個持参したところ大変好評で、すぐに100ケース送ってほしいと依頼されたそうです。このように遠く日本からでもできる支援はいろいろあります。さらに大震災を経験した日本人としては傾聴の大切さも知っています。これにはウクライナのオデッサで20年以上宣教の働きをされてきた船越宣教師夫妻が支援センターで大いに用いられていました。個人個人では大変なんですけども、ある意味共通のその境遇の中で何かこう不思議な一体感のようなものもありました。しかしもう少し突っ込んで話を聞いていくと、やっぱりこれから帰れるんだろうか、もうこのまま二度と帰れないんだろうかっていう、本当にそういう、こう今起こっていることが一時的な避難なのか、それとももっと大きな大変なことが起こっているその最中にあるのか、それさえちょっと定義できないっていう、その大きな不安の中で、特に小さな子どもたちがいるお母さんたちはもう言いようのない不安の中にあることもよく分かりました。私は女性の方たちと接したんですけれども、やっぱりその子どもたちのこれからを考えた時にどうしていったらいいのかわからない、今身体的なそういう必要だけじゃなくて精神的な、そして霊的な必要を本当に一番こう支える必要があるんじゃないかなというのを深く感じました。残念ながら近藤氏の報告はこの時間枠で語り尽くせませんが、来週18日、東京 OCC でチャリティーコンサートと報告会が開催されます。ぜひたっぷり現地報告を聞き、自分のできるウクライナ支援を見つけてみてください。